ダッチのどないしょアーティレス IO。 6月11日、6月2週目のダッチのどないしょ始まりました。いやー、ですね、5月6月と実は毎週土曜日舞台の稽古が入っていて、そこそこ忙しい土曜日になっているんですけれども、ダッチのどないしょ聞いていただけてますでしょうか。はい、今回はですね、順番的にいくとハロプロトークなので、ハロプロトークをしたいと思います。いや、6月11日じゃないですか。今週の水曜日、だから6月の8日ですね、6月の8日にモーニング娘。22のニューシングル、71枚目のシングル、チューチューチュー僕らの未来大人生ネバービンビターの両 A 面シングルが発売されることが決定しております。こちら両方ともですね、つんくさんの作詞作曲の仕上がりとなっておりまして、それプラス今回、そうなんです、ダッチが押そうとしていたメンバー森と千咲ちゃんの卒業ソングともなってしまってます。いやー、寂しいような応援をしなきゃいけない、すごいちょっと複雑な感じのシングルにもなっているんですけれども、明るい未来へ向かってね、羽ばたいていただきたいので、森と千咲ちゃんにはね、いい終わり方をしてほしいので、自分は今回も CD をたくさん宣伝したいと思います。前回ですね、チューチューチュー僕らの未来のお話をしたと思うので、今回は大人生ネバービンビターの方をお話ししたいと思います。こちらですね、もうミュージックビデオの方はもう公開されているんですけれども、ですね、いつぶりなんだろう、2017年の工藤遥香ちゃんって子が卒業したシングルで、若いんだしっていう楽曲があるんですけれども、その楽曲のミュージックビデオ以来の外での明るい外での撮影となっておりました。そしてですね、おそらくこれは自分の記憶が曖昧なんであれなんですけれども、1999年にリリースされた真夏の光線以来の海が映っているミュージックビデオにもなっていて、すごいこれから夏じゃないですか。だから夏に向けてすごい合っている光景になってます。そしてですね、今回のこの大人生ネバービンビターって、今までのモーニング娘。さんの楽曲としては少し珍しい爽やかな明るい楽曲になってまして、ですね、すごい力強いダンサブルな楽曲が多かったんですけれども、今までって。けど今回のこの大人生ネバービンビターはすごい柔らかくて、すごい優しい感じの楽曲になっております。そして今回のね、春ツアーでもタイトルがついているんですけれども、そのタイトルがネバービンビターとなっておりまして、今回の新曲はこのネバービンビターなのかなって勝手に思っていたら、大人生ネバービンビターっていうタイトルがついたので、予想は当たっていたんですけれども、春ツアー行かれましたか？自分はですね、6月の20日に行われます日本武道館での公演をね、自分は行くんですけれども、そちらでこの森と千咲ちゃんの卒業公演ともなっていて、プラスモーニング娘。さんの春ツアーの千秋楽でもあるコンサートなんですよ。一応ツアー自体は5月で終わっ
たんですけれども、一応まあくくりとして千秋楽の公演となっておりまして、日本武道館行きますか、もし日本武道館遠くて行けないよって方はライブビューイングや生中継とかもございますので、ぜひチェックしてね、行ってみましょう。どんな感じになるのかなっていう、自分泣いちゃうのかな。しばらく卒業公演って行ってるんですけど、なんて言うんだろう、最初はねすごいね泣いてたんですよね。で途中から別に卒業がなんか寂しいとかそういうのは全然思ってるんだけれども、この何コンサート慣れしちゃったことによって泣かなかった時期とかもあったんですよね。あれ不思議ですよね。なんか悲しくて寂しくてすごいエモい空間が流れてるのに泣かない自分がいるっていう不思議なあの時期があったんですけれども、うん今回は泣くのかな。推しだから泣きそうな気するんだよな。推しって言っちゃったね今ね。はい、まあ推しです。で森と北地ちゃんはどういう子かっていうとですね、気になります、2015年にメジャーデビューされたカントリーガールズっていうグループがいるんですけれども、それはもともと昔カントリー娘っていうグループがいまして、里田舞さんってご存知ですか。その里田舞さんが所属されていたグループなんですけれども、そちらが再スタートする形になって、で国際的なんかワールドワイドな感じでカントリー娘の娘の部分を英語にしてカントリーガールズという名前に改名してメジャーデビューされて、でそこからですね、そのグループに桃地子と嗣永桃子さんがいたんですよね。その嗣永桃子さんが2017年に卒業されたのをきっかけにカントリーガールズからモーニング娘。に移籍する、最初兼任だったんですけれども、兼任からもう完全にモーニング娘。のメンバーに切り替わりまして、そこからこうねダンス面とあとまあ顔がよろしいので、なんていうのセンターの方によくいる子だったんですよね。なので顔、モーニング娘。の顔とあとまあダンス面として活躍されていて、ですごいこの子ねあれなんですよ、栃木県の子で、すごいね、なんて言うんだろう、言葉で表しにくいんだけれども、すごいファンの中ではね、ギャルって言われてて、で、メンバーからもね、たまにギャルだよね、ちーちゃんはって言われるぐらいの子で、すごい面白い子なんです。で、背がちっちゃくて可愛くて、すごいなんかね、ハムスターみたいな雰囲気なのに、ダンスを踊るとバキッバキな子なんですよ。だからぜひ6月の20日日本武道館にぜひ足を運んでほしいし、行けないよって方はライブビューイングに足を運んでほしいなと思います。そして6月の8日モーニング娘。ツーツーさんのシングルチューチューチュー僕らの未来、そして大人生ネバービンビターがリリースされるので、そちらもぜひチェックしてください。初回版 AB と通常版 AB とありまして、あとね初回版 SP1 っていうのがありまして、そちらにはですね I Wish 2000年にリリースされた I Wish って曲があるんですけれども、そちらの楽曲を今のメンバーで歌い直ししたバージョンが収録されておりますので、そちらもぜひチェックしてください。この I Wish はですねテレビ東京さんで放送されました真夜中のハローに使われていた楽曲です。そしてこの SP 版の方にはですねそちらのミュージックビデオも収録されております。当時のね I Wish の衣装を真似たジャケットみたいなのに着てダンスしてるシーンがあるので、そちらもねぜひねチェックしていただいて、昔のモーニング娘。さんを知っている方はあれ懐かしいって思えるような感じの仕上がりになっておりますので、ぜひそちらもチェックしてください。ザッチはですね、まあ、ドラマで初めてこの楽曲を聴いて、で2000年にも聴いてたので、すごいなんかあ歌い直しされたんだと思ってすごい喜んでいる自分です。ちなみにモーニング娘。さんの楽曲の中で一番好きなのはなんだろうね、自分で言っときながら一番好きなのはやっぱり
恋 ING なのかな、最初に1回目の時かな、1回目のラジオの時にも言った気がするんだけど、恋 ING かなとも思いつつ、ワンツースリーかなとも思いつつ、ワクテカテカチャンスなのかなとも思いつつ、養成所時代の卒業ライブで披露した恋愛ハンターなのかなとも思いつつ、もうね全部好きです。一番っていうと一個に決められません。やっぱりモーニング娘。さんの楽曲は全部好きです。なので今回皆さんにぜひ答えていただきたいのがあるんですけれども、ハッシュタグ立ちないってあるんですけどね、このハッシュタグ立ちないでモーニング娘。さんの楽曲で好きな曲を書いていただけたら嬉しいなと思います。で自分もこの曲かなっていうのをツイートしますので、ぜひ皆さんもツイートしていただけたら嬉しいです。ダッチの公式ツイッターもぜひチェックしてください。いや今回モーニング娘。ツーツーさんのお話をしたですけれども、いかがですか。森と千咲ちゃんのお話もしつつ、けどちょっと表面上だったかなとも思いつつ、まあまだね日本武道館公演にはまだちょっと日にちがあるので、その時用にちょっと貯めておいておきます。はい、てな具合でダッチのどないしょう、今回はハロプロトーク、皆さん楽しんでいただけてますか。はい、じゃあですね、ここで一旦エンディングに入ります。ライブ楽しみだね。そうだね、そういえばお腹空いちゃったな。だね。あ、そういえばこのライブハウス美味しいご飯があるみたいだよ。本当に？頼んでみようよ。うん。美味しい料理とアットホームな空間のライブハウス、池袋ホットアイズ。ライブステージはもちろん、結婚式の二次会やパーティーにもご利用いただけます。また大分県産の食材をふんだんに使用した自慢の料理はどれも絶品。あなたの素敵な思い出に彩りを添えます。お問い合わせは03-6907-3340、 03-6907-3340 まで。池袋駅西口から徒歩5分、池袋ホットアイズはあなたの期待に応えます。はい、エンディングの時間になりました。いやいかがだったですか。なんかね、自分もよくラジオ自分で聞いてるんですけど、興奮してこうバーって話すとね、鼻息がすんげー荒いなって思うので、多分今回ももしかしたら鼻息が荒いのが聞こえるかもしれませんが、もし聞こえてたらそちらもツイートしていただけたら嬉しいです。こちらですね、ハッシュタグダチナイ、ひらがなでダチナイって書いていただいてツイートしていただくとチェックしやすいので、ぜひツイートお願いいたします。そしてこちらのですねメールアドレスも存在しております。ダッチドットドナイショーアットマーク ymail.ne.jp までお送りください。そしてですね、このダッチ舞台に出ます。7月の1日から3日まで三宮橋トランスミッションさんにてただいま稽古真っ最中。タイトルはですね、僕らの戦いが終わらない。ぜひ見に来てください。そして一緒に盛り上げてくれるダチナイファン募集中です。そしてお便りハッシュタグダチナイいろいろと募集しておりますので、皆さんぜひチェックしてツイートやらメールやらをください。よろしくお願いいたします。では良い週末を。グッナイト。
ありがとうございます。よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。